で今日は接点ポートフォリオと最適投資というお話で、えー、ベストなポートフォリオの選び方というのを、えー、今日で終わらせます。でまずですね前回の復習いきますとまずですねどこまでやったかというと安全資産が1種類ありますよと。 で、危険資産が2種類 AB ありますよと。で、この3資産を組み合わせましょうと。で、どういうふうに組み合わせたらいいんだろうかと。で、そのためには、まずこれら3つを組み合わせて、リスク、収益率の標準変数ですね。で、期待リターンですね、期待値と。で、どんなそのペアだったら実現できるのかというのを全部出していこうと。 でその中から自分が最も好むやつを選べばいいよねという手順ですよね。で前回どこまでやったかというとこれを危険資産2種類の組み合わせを1個作ってそれと安全資産を組み合わせることでどういうリスクと期待リターンの組みができるかというまあ一例をやったんですね。で具体的には A が0.75で。 B が0.25というのと安全資産を組み合わせますよとでそうしたら直線になるよというのをで出したんですねつまり前回やった復習をいくと A と B の比率が3対1ですよとで A で書くとこんなですね A が 3B が1と、まあ、つまりこれが4分の34分の1と。 いうのですよねでまずそれに該当する点を1個得ますよとそれは双曲線上のこのピンクのカーブの点ですよというのをやりましたねでそれをちょっとグラフで見ていくと、えー、これがちょっと文字が小さくて申し訳ないんですが A と B ですね点 A は 標準差 15%0.15 15ですねで縦座標が 2%0.02 と B は横座標が0.25縦座標が0.1010%と10とでこの2つを組み合わせるとどうなるかというとここで A と B の比率を書いていてでこっち B の8の方です。で B の80だと当然 A の点になってその時 A の分布をしますよと17%上がって13%下がってと。 それが2分の1で起きて期待値が2%だったと思いますがじゃあ B の糸100%にすると B の点になって B の分布が出ますよとで期待値が10%ですね。でそれら組み合わせるとどうなるかっていうと B0 からスタートして A の黒丸からスタートしてこう増やしていくと、えー、こうやって変わっていくんですね変わっていくんだけど今0.25ねで目標となるやつですね。で これ、分布ですね。で、これが A、B 両方上がった場合と、こっちが A、B 両方下がった場合ですね。で、真ん中の2つがどっちか上がってどっちか下がったケースですね。で、それで期待値が今、この値になってますよ、というのが、この縦座標ですね、この点と。で、B、A、ごめんなさい、その幅、リスクが、この横座標ですね。で、ちょっと減ってますよね、A よりも。具体的には期待値が4%で、リスクが13.9%と、約。 これが3対1。A が3、B が1。つまり B が0.25、4分の1ですね。そのケースです。で、これで固定しておいて、AB の比率を3対1で固定しておいて、じゃあこれに安全質は混ぜてみようと。で、今、α が1って何かっていうと、これに MAX で、えー、この2つのペアですね。3対1のペアに100%入れてますよと。MAX ではないね。空売りがあるから。だからこの点何かっていうと、 これですねこの点この点とでこう今こうカーブしてますよって話がありましたよねでこの点1ですよとでこれに安全資産組み合わせてみようこれと安全資産を組み合わせるよとそうすると直線になるよという話でしたねでまず安全資産100%からスタート α が0からスタートすると、まあ、この危険資産のペアは潰れてしまって安全資産全体で当然安全資産の刺激率になりますよとでこれで A をこう混ぜていくんですね AB のペアをねこう混ぜていくよと。 それが α ですよね。で、それを増やすとどんな分布になるかというイメージで、今は α100% ですね。で、ここで、ちょっとね、逆にここから減らしてみようか。つまり、ここから安全資産を増やしていくと。AB のペアを減らして安全資産を増やしていくと。そうするとどうなるかというと、これ、AB の組み合わせの分布ね、下側。それがこう、だんだん内側に縮んでいくんですね。縮んでいくと。減らすと減らすと縮んでいって、 縮んでいって縮んでいって縮んでいってと。で当然こっちもね F の点に向かって直線で減っていくんですね。こう減っていくよと。でこう直線の関係になります α を増やしていくと上側見てくださいね。これ直線でさっきの α が1の点に向かってまっすぐ進んでいくんですよと。こんな感じですね。でつまりイメージで言うとですねこれの分布を下側の えー、パワ i ポ t の方に書いていくとちょっと座標は正確でなくて申し訳ないんだけど、えー、この点ですよねこの点をこうイメージでこう横座標さっきのこの点を、ね、通るようにこう書いていくと、まあ、こんなイメージですねこんな感じになってますよとでこれ両方上がったケース両方下がったケースで肩上がって肩下がったケースですねで期待値はこの辺ですよと。 えのプロットの下のこ,こですね。で、これらの点が半分になるとどうなるかっていうと、アルファがね、こうなるとどうなるかっていうと、イメージで言えばですね、こう直線で結んで、この両方上がったケースがここにあるんですね。で、両方下がったケースがここになるよと。で、角上がって肩を下がったケースがこう結んで、このになるよと。で、これがこのになるよということで、まあ、半分の幅に縮小しましたよね、これ。 で期待値はこれに縮めていくとどんどんこう真ん中にね両方上がったケースの、えー、結果、まあ、そんなに低くならないんですね例えばこんなで,、えー、ですから、まあ、こんな感じで4パターンが変わっていって期待値はこうだんだんこう縮んでいくよとまと、あ、小さくなっていくよと。 で、分布はこう、どんどん幅が小さくなっていくよというイメージですね。だから、半分の、アルファが0.5の時には、つまりこうね、危険者半分だけの時には、さっきのやつの幅が半分になっているんですね。こう、半分になっていて、こ期待値と。だから、リスクが半分になるんですよという、そんなイメージですね。ですから、これ100%だとこんな分布ですよね。これが幅が半分になりますんで、アルファを0.5にすると、 ちょうど中間点になって、さっきの点と F を結ぶ点に中間点になって、この幅が半分になっちゃってますよと。で、それに伴い期待値も減っちゃってるというのは、これですね。期待値が幅が半分になるとともに、ここだったのがこっち減ってますよと。で、最後、ここですよね。100%F になると、F のところが100%で起こりますよと。それが α が0の時ですね。α を0にすると、つまり危険資産へ全く投資しないにすると、 こう100のところに棒が立ちますよとでそれはさっきの4つ分かれた棒が全部1個,な1個に積み重なってるイメージですね。でこれが、えー、3対1で AB を組み合わせてそれと F を混ぜた場合ですね。ですから箱で言えばこの横1行を3対1で AB を3対1で固定しておいてそれへの投入比率を0から増やしていくよというのが直線になる、まあ、理由というか、えー、グラフのイメージですね。 で、当然100%このペアだと100%の点出し0、だ0%だと α0 だと小出し、半分混ぜるとその中間点ですね。リスクも期待値も半分になるよと。で、これは1.5倍かな。そうすると1.5倍のところになりますよと言って、ここまでがその2つをこうマイナスにならないように組み合わせたやつですね。マイナスっないうのはのウェイトがね。で、こっち行くと、 こっちをマイナスにしてるんですね。安全産をマイナスにして、つまり借金をして買い増してるというのが、この点よりも右側ですよと。まあ、それがこんなイメージで、えー、このグラフの絵方のイメージですね。で、ちょっと数式でやったらごちゃごちゃして、ちょっとついていけなかった人もいるかもしれませんが、あの、一回見てわかる話じゃないので、繰り返しスライドとか動画を見て確認してください。それで理解するようにしてください。で、それが前回やったことですね。 この安全資産の点から始まって危険資産の実の点この点ですねそれを結ぶ直線ま反直線ですねこっからスタートしてこういく直線があなたが選べる点ですよとまあ厳密にはねこっち側にこう折り返すんだけどまあそっちはそんだから考えないでいいよって話でしたねでそうするとこの箱の横1行がこれ,のらの箱これらの箱によってもこの間も含めてね選べるような 期待値と表示演算の組み合わせがこう出せますよというのが今言ったケースですね。A 対 B が3対1のケースですね。で、それを、じゃあ別の、例えば A、B、B が、A が1、B が9、9対1とかね、そんなやつと組み合わせるとどう,だどうなるでしょうかと。まあ、そういうのを全パターン網羅していけば、 このあら,ゆる点と、ね、あらゆる点と安全資産を組み合わせていけばあなたが選べるような全ての組み合わせを網羅できますよね。ということで今日まずやるのはさまざまなこの AB のウェイト他のウェイトでも安全資産と組み合わせてどんなリスクと期待リターンの組みが実現できるかを全部出していきましょう。で全部網羅したらそれが実現可能集合というやつですね。あなたがこんなだったら選べますよと。 だから安全確実に100倍になるというものは実現可能集合の中にはないから選べないんですよねだから言ってもしょうがないと選べる中であなたは最も好きなものを選ばなきゃいけないと,ということで実現可能集合をまず出します出したら今度はその中でじゃああなたはどれを選ぶんですかと投資対象となりうる人によっては選ぶかもしれないようなリスクと期待利差の組みを出していきましょうと。 で逆に言えば、投資対象となり得ないものを削除していくんですね。つまり、まあ、お菓子の話で言えばね、えー、と大して甘くないくせにカロリー高いやつとかそういうのは対象にならないわけですよね。同じで、リスク高いくせに期待リターンが低いような、そんなものは選ばれないですよね。だからそんなの落としていきましょう。そうすると残る点があります。で、それらの投資対象となり得るような点にどんな共通な特徴があるんでしょうか、というのを次に見ていきます。 そしてそうすると、あなたたちはこれらの点から選べるんですよ、選ぶんですよというのが得られますよと。じゃあその特徴ですね、その中から黒自主体が自身の最も好むようなリスク期待リターンの組みを選びますよと。で、そうするとそれに対応するポートフォリオが決まりますよね。あ、このリスクと期待リターンだったら F と A と B はこういう組み合わせだなと。で、そういうのを持つことになりますよと。で、そんな時にはですね、この 期待リターンこの選ばれた期待リターンとリスクまたこの危険値さんへのウェイトですねこれにどういう関係があるんでしょうかというのを出していこうというのが今日最後の方にやることですということで実現可能集合をまず出していきましょうどれどういう組み合わせだったらあなたは選べますかとで今やったように前回やったのは3対1の割合の場合に限定しましたよと3対1に限定すると その3対1だけの点と安全資産だけの点を結ぶ直線になりますよと。じゃあ他の組み合わせピンク状のね他の点とも組み合わせてみよう。つまりこの箱この箱でもらできますよってねやりましたよね。これがピンク状の線ねこのところがつまり AB だけからなるやつでで B を、まあ、これ100%ですね B のウェイトこれはんだ90%とか25%とか0と。 でさらにマイナス2もできますよね。でさらにこう1を超えても出せると。こうやってまずピンクのカーブを出しておいてそれらの箱に対応するピンクのカーブを出しておいてでその1点と安全性を組み合わせたら例えばねこの1対9かな A が 1B が9と。でそれと安全資産を組み合わせると、まあ、この箱の横1行になりますよね。ずっと右に続いていくと。でこれをモードできますよね。ということでそれらを全部やっていくんですね。ピンクの点選んで。 網羅するとピンクの点を選んで網羅すると。でそれらを全部やっていけば、えー、組み合わせできるようなすべての、えー、F と A と B の組みを網羅できるんで、それらの点をプロットしていけば、あなたが選べる組み合わせが、リスクと期待リターンの組み合わせが選べますよということですね。じゃあ、やってみようか、この1対9のやつね。ここ、やっていきましょうか。この1点を選んで組み合わせると。で、組み合わせると、 やっぱりですね安全資産の点こ,こですね F が 1A が 0B が0の点から1対9なんでこの点なんだけども F0A は 1/1B は1/9そんな点が得られ,得られるんでその点を結ぶようなこういう直線が得られますよね。でそのじゃ半分持ったら半分そのウェイこのねウェイトでやるんだったらその中間点になりますよリスクも期待リターンもね。 でそれが、まあ、さっきのこれであれば、B のウェイトを90%ですね。90%にしてアルファを1にすれば、それが A と B を1対9で組み合わせた点ですね。で当然、AB を結ぶ直線よりもちょっとへこんでるんですね。それは、えー、分散投資の効果、まあ、ディバーシフィケーションの効果があるからですよね。で、そうへこんでいるよ,よと。やや連動してるケースでね。完全に連動してるわけじゃないと。で、ここで、 アルファをあそんで分布がこれね下側の分布で当然このアルファを減らしてこいつへの投資を減らしていくとどんどん幅が縮まっていって安全資産の点に近づいていきますよとでまた逆に増やしていくとさらにどんどん増やせますよということはできますねリスクが広がるかわりに期待値も上がってきますよとでこれで、えー、この横一元もまだできましたねということでこれを繰り返していくんですね で、えー、この点を結ぶような反直線が得られましたちょっとねこれち茶色イルで表してる後あとで説明しますんで、まあ、それはいいとしてでじゃあ全ての横一行つまりねこいつもやろうこいつもやろうと全部やっていきましょうそうすると網羅でき,できますよねでこうやって危険資産 AB だけでできたさまざまな組それは総曲線上の点でしたよねこの総曲線ピンクの総曲線って何かっていうと AB だけを組み合わせた時のリスクと期待リターンの組みでしたよね それらと安全資産 F を組み合わせていきますよと。そうすると、それらの点を結ぶ様々な半直線上の点が得られるよと。まあ、直線が得られるってことね。F からこう伸びるようなね。いっぱい得られますよと。で、A もありますね。まあ、こういっぱいありますよと。で、ここでこうやって直線いっぱいあるんだけれども、1点ですね。この傾きが最大になるところがあります。 そのの傾傾ききはね直線の傾きはで具体的にはですねさっき言った1対9の点なんですね。1対9の点で A, A が、まあ、10分の1ですね B が10分の9って組み合わせでやると、まあ、つまり B と A の間を10分割してちょっと10個書くの大変だけどで9個目ですね9個目の点ですね高さ的にはね。でその点この時に傾きは最大になります。 こ,れね、こう、えー、サイレンになるよとで B のところだと B のところよりも上を通るんですねここで接しておいて B のところよりも下を通るとでちょっとこれだと見にくいんでイメージ図ですね型拡大したところ、えー、このエリアを拡大したところねそれがこれでこのピンクの線上なんで A と B の組み合わせですよねで例えばここからこうこっち側にこう移動していくと 何を表しているかっていうとこれからこう移動してるんだねこう移動してるよとそんでそれに該当する点を表しているのが、まあ、こ,れこの点この点この点とこういう点ですねこうやってで B になるよと B100% になるよとでこのこれらの線は例えばこれは B を通る線ですね B から F に向かって結ぶ線 B から F を結ぶ線でこれがこのピンクのこの点と F を結ぶ時に傾きが最大になるよと。つまり一番こっち側行くんですね。というのがこの T という点です。接してますね。ピンク状の点であるんだけど、そこでしか F から伸びる線と交わってないよと。まあ、ぶつかってないよという点ですね。で、これをですね、接点ポートフォリオと言います。つまり多数の反直線ですね。さっきの箱で言えば横一行の箱ですね。つまり、 これの直線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 ,の直線いっぱいありますよね。でそれらの中で傾きが最も急な半直線を考えますねでそれはですねまあ答えを言うとこれねこいつこの茶色い線ねつまりこの線を書くとからこの線書くと傾き急になります急になって急になってここで最大になってさらに B を結ぶ点行くとちょっと傾きが緩やかになっちゃうとまあそういう流れなんですね。でこの 1>, 1対9の点で茶色い線 F と結ぶ線が傾きが最大になってでこのピンクの線は全部この内側を通ってるんですねその青い線、えー、茶色い線よりもね。ということでこの半直線は双曲線とは交差しないで1点で接してますよとここねでその他の半直線は交差するわけですねこう例えば B を結ぶ線だとこの2点で交差してますよね。 で、この一点は、双曲線上の点でもありますよね。接してる点はね。だから当然、危険資産だけを何らかの比率で組み合わせたポートフォリオですよ。と。今回の場合には、A が1で B が9ですね。それに該当する点がこれなんですよ。と。つまり、この T というのは、これのことですよ。と。これ T ね。ここ。接点ポートフォリオ T と。で、それと、安全資産組み合わせた、この、 箱の横一行に該当する線が、茶色い線が傾きが一番急になりますよということです。ということで、この接する点 t に該当するポートフォリオ、これね、これは接点ポートフォリオと言いますよと。で、今回の数値例の場合には、まあ、当然 F は0ね、で、A が1分の1、B が10分の9ですよ。これを通る直線が傾きが最大になりますよということになります。で、ちょっとね、これ後で使いますんで、覚えておいてもらって、 まあ一旦ちょっと脱線したんだけれども、まあ、とにかくですねこうやってこのピンクのカーブ状の一点を選んでそれと F を結んで直線引くというのをやっていくんですねそれはこの箱の横自由に該当するこれで全部網羅できますよということでやってみましょう。でそれをやったのがこれですね。でこれはですねこれ点 F ね点 F 点 A 点 B。 で今は B のウェイトがマイナス1だから A が 2B が1です B がマイナス1ですねだから B を空売りして A を持っているケースでこれでどんどん B を増やして空売りをどんどん B の空売り解消しておいてここで A100% になってますよとでこの A100% の点とこの点結ぶと当然直線になりますよね だからこの線上を選べますよね。何らかのポートフォリオが対応するよと。で、さっき見たのは、これが B が0.25ですね。前回やったやつはね。で、この点と F を結ぶ直線上、これが選べますよと。で、じゃあどんどん増やしていこうか。こうやって増やしていって、増やしていって、増やしていって、このブルーの線が通ったところは全部選べる点ね。で、ここで傾きがですね、この、どんどん上がっていって上がっていって、ここで0.9の時に、 傾きは最大になりますここで,でつまりこのピンクの線は全部この青い直線の内側通ってるのね内側通ってるけど唯一ここだけで青い線と接してる共有してるんですね点をでさらに B の量を増やしていくとちょっと見にくいけど傾きはちょっと下がっちゃってますで B のところではさっきの1対9よりも傾きちょっと緩やかになってますでさらにいくとさらに緩やかになっていくよと。 いうこととでちょっとねこれをさらに B を増やしていきますとこうなりますよね。でこれアニメーションで見ていくとこれで B のウェイトをどんどん増やしてるんだね。でこれ最大になる下がると。で B をどんどん増やしていって増やしていってこれこ最大下がると。こんなイメージね。でこのブルーの線が通ったところは選べる点です。何らかのポートフォリオが対応するんですね。ということでじゃこの青いこのラインが通った軌跡を。 書、えー、いたのがこいつですよと。でこの灰色の、まあ、三角形とちょっとまあちょんちょんつけていってますが厳密にはねあの角があるわけじゃないんでこう永遠に伸びていくんでね、まあ、角が3個あったら三角形だけど角がないんだけどまだ突水っていうのかな厳密には。まあそんな用がどうでもよくてとにかくねこの三角形っぽい形この灰色の中の点は全部選べる,選べる点ですよね。 これが実現可能集合で、えー、さっきの箱、全部の箱に該当する点を全部プロットしていった点ですね。で、この中から黒字主体は1点、自分の好みに該当する点を選べるんですよ、ということになるわけですね。ということで実現可能集合は得られました。ピンク上の1点と F を結ぶ点を結んでいくというのをいっぱい繰り返していって、で、それが通った線が選べる点ですよ、と。 黒自体はこれらの組み合わせの中から1組1点選ぶんですよというのが最適な投資ですよねじゃあここで最適投資いきますねでまず1つ目の練習問題実現可能集合つまり灰色の三角形の中でこんな人考えますねリスクは高いほど嫌ですよと期待リターンは高いほど嬉しいですよと、まあ、これいつものやつね上に行くほど望ましいし左に行くほどの望ましい左上も望ましいと で、こういう黒自体が決して選ばない点はどこでしょうかというのを考えてみてください。で、これ前やりましたよね。AB だけを組み合わせたときね。同じような、同じような話を。で、逆に上記の好みの黒自体からは選ばれる可能性がある点はどこでしょうかと。で、それを AB 組み合わせた場合は効率的フロンティアと言いましたよね。じゃあどこでしょうかというのを考えてみると、もう答えちゃいますね。 この三角形の左上のヘリですよね。っていうのも三角形のヘリよりも内側だと上に行けたり左に行けたりするんでより良い点がありますよね。このピンク状のこの点も同じね。上行ったり左行ったりできますよね。だからダメなんですね。で、ピンク状の点で唯一ベストになるようなこの接点ポートフォリオですよね。ヘリにありますから、これね、ピンクの線でありながらヘリのこの茶色い線上でもありますよね。 とということで、えー、AB の組み合わせだけでヘリにあるのはこの接点ポートフォリアだけですね1対9と。でまあそのほかは全部ピンクダメですよね。ということで最適な投資対象は実現可能集合上の左上の半直線上ですよと。でこの左上の縁の半直線何だったかと。この直線傾きは最も急な直線ですよね。それは安全資産 F と双曲線上の点を結ぶ半直線の中で。 最もも傾きが急なものがこのこ茶色い線でしたよねつまりですねこれ投資対象となるのは何かっていうと次の2点を結んだ反直線上の点なんですよとそれは安全資産の点ねそれはこいつでしたよねそれと接点ポートフォリオ T の点ここつまり A が1 10分の1で B が9 10分の9ですねまあ F は0ですよね。 でそんな組と F を組み合わせたのがこの直線上の点で、つまりですね、選択対象となるのは、この1対9の点と、接点ポートフォリオ T と安全資産の点を結んだ箱の横一行なんですね。これだけが投資対象になるんですね。それ以外は、 より良いのがこのねこの茶色い線の中のどっかがそれよりもより良いんですよ他の点はね全部。ということでこの2つの点を結んだものですよと。まあ、ちなみにねちょっとこれ、えー、っと t と表してねこのリスクのことをこのこんなふうに書いてます。で期待値はこうね今回の場合には期待値は例えばねこれは0 1十分の1十0分の9のことですよね。でそれもこれ t って書いてしまってねこう t と書いてるよとこっちも同じね。 ということで、まあ、ちょっと省略して t と書いたりしますよと。まあ、とにかくね、この接点ポートフォリオと安全資産を組み合わせたものだけが投資対象になるんですね。最適な投資対象と。ということで、これらの点は、はい、この茶色い直線上の点は、安全資産と接点ポートフォリオ t を組み合わせたポートフォリオですよと。つまり t の箱がある横一行、これね。だから、この中の点全部、 これの場合には、これ選ぶ人の場合には、1対9ですよね。割合はね。危険者の中では1対9ですよね。で、α ァ3分の1だけ危険者に投入するんだけど、その中で1対9で持ちますよね。これがいいっていう人はね。これがいいっていう人は、まあ、3分の2を α に投入するんだけど、危険者に投入するんだけど、その中の持ち分けは1対9ですよね。当然これも1対9ですよね。こっちも1対9ね。てことで、投資対象となるようなポートフォリオっていうのは全部ですね、 接点ポートフォリオと同じ比率なんですね。A と B の比率がね。危険資産内での内訳ね。だから全部1対9ってことですね。今回の数値例の場合。つまり最適な投資対象となるポートフォリオっていうのは、あるお金のうちの、100%のお金のうちのアルファ分だけ危険資産に投入しますよ。これは人によって違うのね。それはこれらのことね、アルファ。これは人によって違う。 だから俺はこの中だったらこれがいいよっていう人はその人は α3 分の1選んでんのねでこうやって例えば3分の1とか選んで危険資産んをに投入しますよその中で1対9に分けますよとだから1 10分の1かける α が a ですね α のうち10分の1なんでねで α のうち10分の9なんで10分の 9α が b のウェイトということでそれが a のウェイト b のウェイトに入って合わせると α ですよとこれですよと。 で、残り1引くアルファが安全資産ですよと。これが最適な投資対象となるポートフォリオなんですね。で、この人がリスクが好きなんだったら、アルファが大きくて、このウェイト大きいでしょうね。で、でも1対9なんですね。やっぱり。どんなにリスクが好きでもアルファは、えっ、ー、と、a は混ぜるんですね。1の割合だけね。9分の1だけね、b の。で、またリスクが嫌いな人は、アルファを小さくするでしょうね。まあ、0近くと。 まあほぼゼロに。ゼ、ま、ロ、あ、じゃないけどゼロよりちょっと大きいあたりにしようか。ゼロよりちょっと大きいと。でもそんな人でも A よりも B を9倍持つんですね。1対9にするんですね。というのが、この、これが投資対象になるよっていうのがわかりますよね。どんなにリスク嫌いでもやっぱり1対9で持つんですね。ちょっとね、このゼロの場合には潰れちゃうんでね、えー、と1対9どころか0対0になっちゃうんだけど、まあそれ以外は全部1対9ですよね。 で人によってこれが好きな人もいればこれが好きな人もいるけれども A と B の比率は同じですよね全員。まあ、だからこれがちょっと直感と反する話になりますよね。で今回の数値例の場合にはじゃあ t の座標いくつになるかっていうとこれですねえっ、ー、と A の点と期待値 B の期待値を10個に分けてで、まあ、下から9個目ですね。 その点が接点ポートフォリオの期待値なんだけど計算するとこの座標いくつになるかっていうと突っ込めばいいよね、えー、と公式ね A の期待値に A のウェイトかけて B の期待値に B のウェイトかけるとまあ F のウェイト0なんで 0×0.5% なんだけどまあそれ書いても知らないんででこれ計算すると9.2%つまり9.2というのが接点ポートフォリオの期待値ですよと。 そして、えー、標準偏差はこれですね、えー、A のウェイトの事情をかける A の分散足す B のウェイトの事情をかける B の分散足す2かける A のウェイトかける B のウェイトかける共分散ですよね。でそれが分散でそれのルートを取ると標準偏差で今回の場合計算すると23%つまり横打表が23ですね。 これが接点ポートフォリオの座標になります。ということでこの茶色い線の中から選ぶよとそれは A と B が1対9の比率の点ですよというのが分かりましたね。じゃあ例えばこの茶色い線の中で私はこれがいいですよこの点がいいですよ期待リターンとリスクこれくらいがいいですよという人はどんなポートフォリオを持つかというと 今度は、ここからこう線を書いて、F の点ね、リスクを、そんで、正点ポトりの点を幅にして、で、こう、ここは境目なんで、こう来て、で、α が0.2なんだったらね、これが5個に分けた1個目なんだったら、その点好きなんだったら、つまり α を0.2にする、5分の1にするってことで、で、その中の内訳は1対9にするんですよ、ということで、この点を、 この点を好きな人っていうのは80%安全資産を持ってでこれ逆になりますかねこう逆になるとだから80%安全資産を持ってだから安全資産に近いのねリスクも期待リターンもねで残りの20%危険資産に投入するんだけどその内訳というのは1対9ですよとつまり20%の10%なんで0.02とで90%は0.18ということでこれがこの人が持つべきポートフォリオと。 いうことになりますねということで例えば私は α20% 投入するっていう人は F の点から接点ポートフォリオの点に向かってこの距離をまあ100%と考えて20%分だけ進んだ点これが α が0.2こういうポートフォリオを選んだ人が0.2を選んだ人が獲得できる期待値とリスクの組み合わせになりますね。 まあそれが該当するリスクと期待リターンの点なんですよとポートフォリオアルファを決めたらそうやってこの期待リターンとリスクも決まるしまあ逆にねリスクと期待リターンの組これ決まったらそれに応じてポートフォリオの中身どうなるかっていうと、まあ、この幅でねこう分けてでこの分が危険なんですよと1対9ですよっていうふうに決まるんですねじゃあ練習問題で安全資産に40%こいつ40%ね で、設定ポートフォリオ t。みんな設定ポートフォリオに投資しますからね。あの、検査に入れる分は。これ60%入れましたと。そうしたら、ポートフォリオの内容はどうなって、そして、下のどの点に該当する期待値と標準偏餌、まあ、期待リターンとはリスクを得られますかというのを考えてください。だから今回の場合には、アルファイコール0.6ですよね。まあ、0.60。これが0.6のケースですよね。 つまりこっち0.4ね。ではやってみてください。えー、まず、接点ポートフォリオに60%なんで、アルファが0.6ですよと。接点ポートフォリオっていうのは、危険資産だけの点ですからね。でそれに60%投入してんで、ここですよね。つまり、これを100%と考えたら、こう60%分、100個に上げたうちの60個進んだところですよね。t に向けて。ですから、実現するのは、この点ですね。 で、その内容はどうなるかというと、安全資産が40%なんで0.4と。まあ、小数でも分数でもいいです。で、残り60%、ここを合わせて60%ね、0.6と。で、内訳は、そのうちの10分の1が A なんで0.06が A と。で、残り90%で0.54ですね。これがポートフォリオの内容ですね。 だからこの点がいいという人はこういうポートフォリオを持てばいいし、えー、逆にね、こういうポートフォリオを持ったらこの点が実現できるよというのがわかりますよね。じゃあ次。えー、練習問題さんとしては、この欲しい期待リターンが1%の人を考えてみよう。例えばね。で、それはね、この F よりは高いけれども A よりは低いと。まあ、そんな値1%。このグリーンの線上ね。この線上の中であなたは どんなのを選びますかまあただね、この1%確実に得るとかね、こういうの無理ですよね、ここ。灰色い三角形の中ないからね。だからこのグリーンの線上かつ灰色の中でどの点を選ぶでしょうかというのを考えてみましょう。で、より知りたいのは、例えばこの人1%しか欲しくないですよと。すごいリスクが嫌いなんでしょうね。じゃあこんな人は、 リスクの高い B をポートフォリオに混ぜるんでしょうかというのを考えてみてください。まあなんとなくね、A は持つだろうなっていうのはわかりますよね。で、しかも F だけじゃ無理なのね。安全資産だけじゃ。0.5しかないからね。だからこの A と B とか混ぜなきゃいけないんだけど、まあ A は混ぜるだろうなと。リスク低いからね。じゃあ B も混ぜるでしょうかと。これを考えてみてください。はい、じゃあこれね、答えは、 混ぜるべきなんですねっていうのもこのグリーンの線上でなおかつ灰色い三角形の中の点っていうのはこの茶色のこの点ですよねこの点何かというと安全資産と接点ポートフォリオを混ぜたものですよね接点ポートフォリオは A と B は1対9ですよねだから A の9倍の B を混ぜるんですねでさっきのね A で ま、書くんだったら、こう書いて、こんなイメージでね、箱を書いて、で、この部分ね。で、これが F ね、この大きい面積はねこ、この部分 F。だからほとんど安全シサですね。ですから危険資産もちょっと混ぜましょう。で、その内訳は、A が1、B が9ですよね。1対9と。いうことで、ここが A で、ここが B で、 で、ここは F ですよと。こんなポートフォリーを持つんですね。だからこの人は B も、リスクの高い B も保有すべきなんですね。なぜかというと、A だけじゃなくて B を混ぜると、A の上昇下落を打ち消しやってくれることがありますので、リスクを減らせるんですね。じゃあそんな B なんて混ぜたら怖いじゃないかと思うかもしれませんが、そうしたらそれが怖いんだったら、AB のセットを持つ量を減らしましょう。で、減らした結果はこれですよね。ちなみにね、 じゃあ A だけ混ぜるとどうなるかっていうと A と F だけ混ぜたらこの F と A を結ぶ線状この直線上が選べる点ですよねでもそれよりも B を混ぜた茶色の線の方が常に上にありますよねってことで A と F だけ混ぜるよりも A と B を混ぜたものと F を混ぜる方がね接点ポートフォれルと F を混ぜる方がより良いんですね というのがここからわかります。じゃあ今度は逆のことを言ってみよう。練習問題4。欲しい期待リターンが B よりも高い人。B より高い証券ないから、こんな場合には空売りしなきゃいけないよね。A の空売りして B を買いますかもしれません。あるいは F を空売りして、つまり借金して買うかもしれません。まあ、とにかくいずれにせよこの15%、例えばね、欲しい人。この人は、シタ B よりも高い期待リターン欲しい人は、A も持つべきですかと。 というのを考えてみてください。A はリスク低いですよね。こんなの持ちますかね、あるいは B だけをどんどん買ってきますかね。直感で考えじゃなくて理屈で考えてくださいね。この今まで得た結論から。はい、えー、答えは A も保有すべきですよね。これは。で、この青い線の中でなおかつ三角形、灰色の三角形内で一番有利なのはこの茶色い線上の点ですよね。 で茶色い線って何かっていうと、F と接点ポートフォリオを組み合わせたものですよね。ただ、この接点ポートフォリオよりも右側行く場合には、それは何を表してるかっていうと、借金して接点ポートフォリオを買ってんですね。持ってるお金100%接点ポートフォリオに投入するだけじゃなくて、借金もしてそれも接点ポートフォリオに投資します。 じゃあその接点ポートフォリオの打ち明けどうなるかっていうとやっぱり1対9ですよね A が 1B が9とだからやっぱり A も10%分だけ混ぜるんですね、まあ、A で書くんだったらこうなってこっからこう書くんだけどこう箱があってで1対9で持つんですねで A をこの部分だけ持つんですね持ってるお金100%を超えて持つとで B を この部分だけもすおと。では持ってるお金、これこんなに買えないからどうするかっていうと借金するんですよね。借金する部分がこの部分ですね。この部分借金すると。この部分マイナスと。だから持ってるお金で A と B を1対9で買うだけじゃなくて借金してさらに買いますんですね。AB を1対9で。だから A も混ざってますよね。ちょっとこの A のイメージがね、分かんなかったら こんなイメージね。ちょっとこれの場合 A と B の比率違うけれども、あの100、100%を超える分を借金で賄ってるんですよ、と。まあ、そんな話です。ということで、最適な投資の内容というのが分かったところで、じゃあこの関係、アルファ、つまり接点ポートフォリオの投入割合と、で、それによって決まるポートフォリオによってリスクはどうなるか、また期待リターンどうなるか、またこれらの関係どうなるか、これを出してみようか。で、特にこの、 リリスクと期待リターンの関係これ書いたのが茶色い線でしたよね。これの式も出してみよう。じゃあまず、α を決めると、α の割合だけ、例えばね、3分の2やるんだったら、3分の2のお金を A と B の1対9に投入するんですね。そうしたら、リスクと期待リターンどうなりますかと、そんなのを考えていきますね。まず、リスクいきますね。α とリスクの関係と。 で、リスクの公式はこれですよね。ここ。えー、これ分散ですね。で、ルートつけたら標準偏差と。で、A のウェイトの字をかける分散ですね。A の分散。足す B のウェイトの字をかける B の分散。足す2かける A のウェイトかける B のウェイトかける共分散と。これは中間試験でやったやつですよね。で、それにルートつけたら標準偏差になりますよと。F の場合にはね、えー、例えば F にかけるこの F の 標準差ゼロですんで、これ書かなくていいよね。足し算との共分差もゼロなんで書かなくていいと。じゃあこれにアルファの割合だけこのセットに投入します。ただしアルファのうち10分の1が A で、アルファのうち10分の9が B ですよと。で、残りが F ですよと。これを入れてみようか。このウェイトをね。で、A のウェイトにこれ入れますよと。B のウェイトにこれ入れますよと。 で、あとはね、a のウェイト b のウェイトですね。a のウェイト b のウェイトと。で、共分散入れて、で、a の分散、b の分散。まあ、今回の数値入れ入れますよ。そうすると、まあ、これ前回やりましたけどね。前回の場合には、これが4分の3で、a が4分の3で、b が4分の1でしたよね。で、アルファが、事情がある。アルファ事情がある。アルファ事情があるということで、アルファ事情は、ルートの外に出しましょう。ちなみに、アルファはね、あの、 ゼロ以上なんであのマイナスの時のためにねこう絶対値つけたりはまあここでは考えなくていいと α プラスか0のケースを考えていますんでそのまま出しますよと。で、えー、こうやってできたんだけどこれ着目しましょうこれなんだっけこれこれってこの式って A と B だけからなる資産で A10 分の 1B10 分の9のウェイトで投入した接点ポートフォリオのリスクの式ですよねこれ。 足して A と B 足して1になって、なおかつ A のウェイト事情かける A の分散、B のウェイトの乗をかける B の分散、かける2かける A のウェイトかける B の b とかける A と B の共分散これかけたのって A と B の1対9で組み合わせた接点ポートフォリオ。こいつね、こいつの分散の式ですよね。つまりね、この式ですよ、この式。全く同じですよね、この式と。つまり23%ね。それに23、23%、23%に、 アルファだけかけたものですよ、というのがわかりますよね。つまりこれ、横座標で見ると何が言えるかっていうと、これね、接点ポートフォリオに3分の2だけ投入したわけですね。ちょっとこれ A と B 分けてますね。あの次のずっとの関係でね。アルファ A、A と B1 対9のウェイトに3分の2投入した場合には、この接点ポートフォリオのリスク、これに、それの3分の2分なんですよ、とリスクはね。 だから15.3ね、今回の場合には約。これが α3 分の2を接点ポートフェリドに投入した時のリスクですよ、と。いう話ですね。で、これさっきやったあれと同じですよね。だから、えっ、ー、と、α を100%にしたら、これね、1対9の A と B1 対9だけ安全資産なしの分布ね。で、これを3分の2、まあ約65ぐらいか、66.66 66。そうするとさっきよりもンまってんだね。で、これどう得られてるかっていうと、 これにこのグラフねこのグラフにちょっと、ね、縦軸正確じゃなくて申し訳ないけれどもだたいねこんなイメージねこうあって今の分布の図がね100%がまあこんなイメージねこんな分布ですよと液体値この辺ですよとじゃ3分の2とにしたらどうなるかこれねだいたい3分の2こっからこう結んで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 これがこれが両方上がったケースね。 上がって下がったケースと。で、両方下がったケースと。こうなって、期待値ここね、と。いうことで、幅が3分の2になってますよね。安全値を混ぜることによってね。だから、まあ、期待値は当然、こう下がっちゃうんだけどね。この茶色い線上で下がっちゃうんだけど、幅も3分の2になってますんで、だから、3分の2だけしか危険資さんのペアに投入しないんだったら、1対9に投入しないんだったら、リスクも3分の2になりますよ、と。全額、危険資さんよりも3分の2になってますよね、と。 それをまあ表している式なんですね。じゃあ、期待値行きましょうか。期待値は、まあこれが3分の2分だけこう下がるんだけど、まあどこと比べて下がるかって言ったらね、これが F から接点ポートフォリオをこれ100%と考えて3個に分けて2個分の点が期待値になりますよと。これね、このチャイル線と。まあこれを言ってるだけなんだけど、ちゃんと式で確認すると、この期待値の式に それぞれ入れていきますよ、ウェイトね。F のウェイト、A のウェイト、B のウェイト、こう入れていくと。これが F のウェイト、A の期待値、あ、F の期待値ね。A のウェイト、A の期待値、B のウェイト、B の期待値と。で、かけるんだけど、まあ、計算しちゃわずにちょっと整理しましょうか。整理してアルファで整理すると、アルファがかかってないの、これかけたやつだけで、これが出ますよと。それは、安全資産の 縦座標ですよね。ここね。期待値。で、残りの部分、α で囲った部分はどうなるかっていうと、この部分、まずこのセットを考えますね。このセットは何かっていうと、接点ポートフォリオの期待値ですよね。つまり、10分の1が2%、10分の9が10%。それは、10分割して、9個目のこの点が期待値ですよね。それどう計算してるかって言ったら、 この2かける1 0分の1 1 0る1 0分の9ですよね。で、それがここ、つまりこれの縦座標ですよ。それがこいつです。つまり、この接点ポートフォリオの期待値、つまり9.2。つまり、接点ポートフォリオ、この紫の点の高さ、9.2。そこから安全資産の点を引いたのは何かというと、この幅ですね、幅。 で、それに何かけるかっていうと、3分の2ですよね。3分の2だけ、このペアにね、紫のペアに投入したんで、3分の2だけ上行きますよ、と。だから、この、このね、このこと。これが期待値ですよ、と。ここ。で、打内訳見ると、安全資産でもらえる分の0.5と、残りえ、t に3分の2投入したことによる100、t100% だったらこれなんだけど、それの3分の2だけもらえますよ、と。で、それは明日、ここですね。 つまり5.8。これが北値ですよ。というのがアルファと北リターンの関係になりますよ。というのがこの式です。ですからね、まあここの部分。こっちね、これですね、これ。これ9.2ってありましたよね。これに、こいつに投入したアルファ3分の2をかけたものが、まあ、かけてこの安全質の部分に足したのが、えー、その高さですよ。ということで、まあ結局ですね、えー、この点と、 この点を3分割して2個目ってことですよね。3分の2だけ投にしたらね。ということで、えー、まあ、それが数式で確認できますよというのが、これらですね。α と期待値、α とリスクの関係の式ですよと。で、じゃあ今度は、つまりね、これ何やってるかっていうと、α と期待値の関係を出しましたね。安全産の分に、差額に t に投入した分をかけたのを足すと。 で、こっちはリスクのですね、3分の2と2にしたんだったら t にね、接点ポートウルに3分の2と2にしたんだったら、接点、ね、ポートウル,ルのリスクの3分の2ですよ。それがあなたが得られるリスクですよ、と。で、次に何やりたいかっていうと、このグラフ、横座標、リスクで縦座標が期待値なんで、その関係、この直線の式を出しましょう。それが、この関係の式ね。それはこの2つの式からァを消せばいいんですね。そうすると出ますよ、と。ということで、こうやって今出した、 リスクはこうなりますよと期待値はこうなりますよという2つの式ねこれのことね α× 接点ポートフレのリスクがこれですよねリスクと期待リターンは期待リターンは安全資産に接点ポートフレの期待値引く安全資産のを引いて α× それがこの式ですね これがね、ちょっとごちゃごちゃ書いてあったけどね、さっきは10分の1かける RA とかね、まあそう書いてあったんだけど、まあこれをこれでまとめちゃってんのね。これもなんかルートの中でごちゃごちゃごちゃ書いてあったのも、もう要するにこれですよね、と、接点ポートフォリオのリスクですよねってまとめただけです。で、まあ式で言えばね、この接点ポートフォリオのリスク23%なんで、それにアルファと。まあそういう式になるし、これ安全資産と、これは安全資産の0.5を、えー、9.2だっけこれ引いたやつですよ、と。 設定ポト入るよなね。で、こうなんだけど、じゃあここから、この二つ縦座標横座標の関係どうなりますかっていうと、ここから α 消せばいいよね。まあどうするかって言ったらこれをね、α を α イコール、これ分のこれってして、で、こいつをそのままこの中に入れるいいよね。で、そうすると、 次の式が得られますよ、整理すると。つまり、縦座標。縦座標。あなたが得られる。期待リターンっていうのは、安全資産。まあ、これはね、必ずもらえるようなもんですよね。これは少なくとももらえると。それにどれだけ上乗せするかって言ったら、リスクを取った分ですね。リスクを取った分だけ上乗せしてもらえるよと。で、その傾き分っていうのは、この接点ポートフォリオの リスク分の横だ横ね、横行ってどれだけ上がるかっていうと、それがこの高さですよね、このサート。さっきのこう箱の高さでしたよね。それが傾きですよ、と。で、それに横座標、あなたが取れるリスクを決めたら、あなたが取れるリスク、俺はこれくらいリスク取れますよって言ったら、どれだけリターンもらえるかって、期待リターンもらえるかって言ったら、安全下の分はまずもらえるよね、と。で、リスクを取れば取るほど、 期待リターン多くもらえるんでそれがリスクかける傾きですね傾きそれを上乗せしたものこれがあなたが得られる期待リターンですよという式なんですねこれがで今回のね数値でぶっ込むとまあこうなるんだけどえー、まあそれがようやく直線の式得られましたよねというのがこの話ですねということでこの3つの関係 自分で出せるようにしてくださいね。ということで、これで決まりましたね、3つの関係。つまり、この最適投資、つまり茶色い線状が選ばれているときには、この3つの関係どうなるかと。つまり、この期待リターン、あなたは平均してどれくらいもらえるか、またどれくらい不安定か、結果不安定か、まあ、当てにならないか、バラつくかと。そして、危険資産全体への投入割。まあ、これはは、ね、今回の場合には 危、ね、機資産全体っていうのはこのアルファを決めるとそうすると1個決まれば残り2つが決まるんですね例えば私は10%の期待リターンが欲しいよって言ったらあだったら10%ああ10%ねとじゃああなたはこれぐらいリスク取ってねとでそれ取るためにはこの1よりもね大きい リスク取らなきゃいけないよね。100%よりも大きいリスク取らなきゃいけないから借金するんですね。借金して t を買いますと。まあ、こんな感じで、あなたがこれからい平均してほしいよって言ったら、じゃあリスクこれくらい多くになるし、そのためにはポートフォリオ、接点ポートフォリオにこれだけ投入しなきゃいけないよというのが決まりますよね。まあ、これの流れとしては、今言ったのは、これを決めたらこの式で α 決まるし、この式で このリスクも決まると、まあ、当然ねあのこう言ってこっち切れてこっち行ってもいいしね、まあ、好きな順番で計算できます。ということであなたはこれだけ欲しいって言ったらリスクと期待リターン欲しいしリスクを決め,る,決めるよと例えば俺はこれ,くらいこれくらい不安定でも大丈夫ですよと半分になる可能,可能性がかなりあってもまあ大丈夫ですよとそうしたらじゃあ期待リターンはこれくらいですよねと。 ポートフリオこううなりまますよとと。いうのが決まると、まあ、その流れはここを決めたらこれとこれが決まるって話ね横座標を決めたらじゃああなたが得られる期待リターンはこの辺でじゃあその場合にはポートフォリオの中身こうなりますよねとこうなってねこうなって F で A で B ですよとでこの部分が α ですよね まこれが100%とした時のアルファですねで。こう決まりますよと。で他にね危険資産にどれだけの割合投入しますよって言ったらリスクと期待リターン決まりますよね。1対9のポートフォリオにこれだけ投入できるよって言ったら期待リターンはこれだしリスクこれぐらいですよと。まあこうやって決まりますよという関係ですね。これらの式で計算できるんですよというのが最適投資における関係ですね。 これ見たらややこしいと思うかもしれないけども、数値入れたら簡単ですよね。これがあなたが得られる。期待値ね。期待収益率。これがあなたが得られる。得られるというか、追わなければいけないリスク。で、これがポートフォリオの中身で、1個決まったらこの式に放り込めば、他の値決まりますよね。というのが、ここのお話です。じゃあ、練習問題行きましょうか。いつもの設定ね。 接点ポートポリオのリスクは23%期待値は9.2%安全資産は0.5%と。で、そうしたときにあなたは平均して13.55%あなたの資産を増やしたいですよと。そうしたときにどれだけの割合を危険資産に投入しなきゃいけないんですかと。で、また追うリスクはいくつですかと。それを計算しましょう。で、当然ね、それ決まったら このポートフォリオの中身も決まりますよね。これがアルファってことね、合わせて。それが1問目。2問目は、じゃあ今度は横座標から行きましょう。横座標を決めたら、縦座標はどうなりますか、アルファどうなりますか、と。で、それ決めたら、接点ポートフォリオね。これの時には、これ足してアルファになるようにすればいいんですね。で、ただしこれは1対9ですよ、と。で、それらを計算して、 次のスライドの下線部に記入していきましょう。で、まず1問目は、縦座標が決まったら、この茶色い線上をあなたは選ぶんですよね。接点ポートフォリオと安全資産を結ぶ直線上を選ぶんで、これであなたが負担するべきリスク決まりますよね。ここと。で、ここに書きましょうか。で、それを計算するには、横座標、縦座標の関係、これを使ってもいいしね。まあ、これを、これ同じやつね、変形しただけで、リスクイコールにするか、期待値イコールにするかで違うと。 そうやってもいいし、一旦、この関係の式を使ってアルファを出してもいいですね。で、アルファを経由して、で、リスク出してもいいですね。どちらの方法でもいいです。で、それが決まると、接点ポートフォリオの中身が決まってるので、1分の1、10分の9ですね。A 対 B が。だから、それに該当するポートフォリオの中身をここに書きましょうか。13.55に該当するね。で、それが括弧一。 で、カッコには、今度は横座標を決めましょう。あなたが負担できるリスク。これぐらいの不快感、リスク、不安定性だったら、不安でも大丈夫ですよ、と。で、4.6と。これ入れると、それに該当するキタチ、これが出ますよね。まあ、それはこの式使ってもいいし、一旦アルファを経由してもいいですね。で、次、それが決まると、アルファも決まるし、ポートフォリオの中身も決まりますね。で、それは、 この4.6からスタートして、こう計算して、こう計算してもいいし、ここからこう計算してもいいかな。まあとにかくこの2つ出しましょう。ポートフォリオの中身を決めましょう。ということで、やってみてください。まあこのスライド参照しながら数値突っ込んでいけばいいのね。まあ一番いいのは、まあこ,こ,こっから、こっから、このスライドからこのスライドにの数字。例えばね、まあこの式から、 この式を出して、そうしてからやってほしいんだけど、まあちょっとあまり時間ないから、もうこれを使っちゃって、もういいです。ですが自分でできるようにしてくださいね。この式から、あ、じゃあ今回の数値例だったらこれだなと。じゃあ計算できるなというふうにもできるようにしてください。あちなみにあとこれ、これ要するにね、これ設点ポートフォリオの横座標23。これね。この辺ですね。で、これが期待値ですね。接点ポートフォリオの。まあここでは出てないけど、まあこれが、この差額ですね。 これがこの差額ですよと。で、これは安全資産ですよね。安全産と。まあ、こんな感じで対応してますので。まあ、とにかく、じゃあやってみてください。まず1問目は、縦座標13.55ですね。で、これをここに入れてもいいし、こっちに入れてもいいですね。そうすると、α が1.5になりますよと。そんで、こっからこう、計算した方が楽かな。1.5倍なんでね、23の。 34.5ですね。ってことで13.55欲しい場合には α が1.5ちょっと割り書くらんないけどこの辺書いておこうかな1.5でほんで34.5のリスクになるよとここがね1.5なんでね1.5なんで α がでそれに対するポートフォリオは10分の1の1.5倍ですねまあ0.1の1.5倍なんで0.15が A ですね。 B はあるいはね20分の27と20分の3でもいいですねで最後マイ、え、ナ、ー、ス0.5ですねマイナス0.5と書いてもいいしマイナス20分の10って書いてもいいかなで今度2番は、えー、リスクが4.6 まあ、型ならアルファ出すことかな。23アルファが4.6なんですね。ってことはアルファは4.6ある23。だから5分の1。あるいは0.2でもいいですね。で、該当する期待値は4.6を例えばね、これに放り込んで。ほんで2.24と。で、ポートフォリオの内訳は まあ、20%リスクなんでね80%が安全資産ですよねで0.02で0.18と50分の4050分の150分の9とちなみにさっきの分布の図で表すとこれかな9対1というのがここですよねえー、1対9か B が 9A が1それが AB のウェイトこれに設定しておいて でアルファが1だと、まあ、この接点ポートフォリオはこれでアルファをぐーっと下げていくんですねぐーっと下げていくとこう直線上に F に向かっていって0.2のところでこれが希望する、えー、リスク2.24ですね2.24%と、えー、4.6%がリスクですねあで分布がこんな感じねで最初のねこの100%の場合よりも縮まってんですね100%の場合よりも幅が 縮ままってましたよねだと一方で、えー、これを1.5にすると1.5にするとこう開く広くなっちゃうんだけどまあこう高いリターンが得られるよという感じかな。でその時には34.3と13.55そもそものね最初の23っていうのがね端数含んでるんで。 えー、だからちょっと厳密にはね、いつもの数値例の場合には34.3なんだけど、まあ、今回の問題の場合にはね、標準偏差約、正点ボトルの準偏差二23って言っちゃったんで、34.5、えー、34. まあ、約34.5って感じかな。まあそういうちょっとルート取るんでね、ずが出ちゃうんで、えー、厳密な計算とは違うんだけど、まあですがこの数値例の場合には34.5ですね。 はいといととうことでま、えー、まとめましょうかで今日明らかになったのは安全資産と危険資産2種類を組み合わせますよとそうすると実現可能集合は、まあ、いわゆる三角形みたいな感じになるよとただ角がないんでね右端のは三角形ってちょっと厳密には違うんだけど、まあ、そういう形になりますよとその中から選べるよと。 で最適な投資対象はその三角形っぽい形のやつの左上の縁ですよね。っていうのも左に行くどいいし、上に行くどいいと。だからその中で選ぶんですよ、と。で、最適投資で選ばれる点、つまり左上の縁上の点というのは全部、この接点ポートフォリオですね。それは、総曲線ですね。危険さだけからなる総曲線と安全士さから伸びる点がこう接する点ですよね。 それがきは接点ポートフォリオと安全資産の点 F を組み合わせたものですよと。てことはその線上で選ぶということは皆接点ポートフォリオと同じ比率で危険資産内の内訳を決めるんですね。 まあ人によって危険資産全体に投入する量は変わってくるかもしれないけれども、その中が1対9なのは、まあこういう同じような予測する人にとって共通なんですね。というのがちょっと意外に思える結果かもしれません。だからリスクが好きな人であっても、すごい好きな人であっても、まあ好きというか、すごい耐えられる人であっても、A を持つことになるし、リスク大嫌いな人であっても、 危険資産ををわずかにででも持持つつんんだったら B を持つんですねしかも A よりも B を持つとそういうのが練習問題でやりましたよねそして最後にやったのは最適なポートフォリオ W が保有されているとつまりこの茶色い線上で選ばれている時接点ポートフォリオと安全資産を組み合わせている状態そういう時にはこの縦座標ね期待リターンあるいは横座標リスクあるいは危険資産へのウェイトアルファですね それらのどれか1個決まれば残り2つが自動的にさっきの練習問題の式みたいにして決まるんですよということになります。ということで今日までやったのが個人がどうやってベストなポートフォリオを選ぶかという話です。で次回からはじゃあ市場全体で何が実現するのかとつまり個人の最適化から市場の均衡へと話を展開してそこからまた新しい話が分かっていきますので えそれで勉強していきましょう。ということで今日は以上です。